浜谷俊と申します。東京出身です。焼肉料理を十数年間やってきました。今年51岁的日本人方谷东志来成都已经一年了。作为成都一家日本烤肉店的主理人，没有一片肉能轻易的逃过他的刀法。你们好。那个是腋下的部位，好吃的部位是这边，然后外面是有一点硬的部位。なんでこうやって切るかわかる？ここのあの繊維がね、こういう風に走ってるから逆側で切らないと硬いんだよね。これ在地一般12名ぐらい厨房にいると思います。今現在ですね。はい、全員中国人です。うちのスタッフが切ったものを重さが重量が正確なのか切り方が正しいのかを私が一回毎朝チェックしてます。これらがですね私が日本から持ってきたナイフになります。大体全部で50本ぐらい持ってきました。それでうちの全てのスタッフにですね1本ずつ渡してます。ナイフをプレゼントしました。このナイフの手入れがねすごい大事で、この手入れがちゃんとできることがやっぱり焼肉店の料理人として一番大事なことなので。手起刀落中，邦谷东志已经迎来了他厨师生涯的第33年。33年来，邦谷东志辗转于美国、法国等国担当西餐厅大厨，走过世界多个地方之后，2018年邦谷东志来到成都，考察一番之后，他决定留下来，开一家自己的日式烤肉店。いらっしゃいませ。どうぞ。今中国でも大都市では結構日本の焼肉屋さんあるんですけど、まだ成都には日本の焼肉屋さんが少ない。これがまず最初の理由。あとは成都は非常に食べ物の文化が豊富でして特徴があるんだと思うんですよね。それで私が勉強してきた焼肉とあと成都のこの文化をこう非常に合うと思うんです。で私にも勉強になるので、ぜひこのグルメの街生徒で私の能力をが発揮できるのかどうなのか試してみたいと思いました。それが来た理由です。我是平谷东志，平谷东志。So this is new one. Then this is our new branch also, you know. 然后我是日本人。你日本人？はい。I'm so lucky. いろいろ経験があるので、日本料理のいろいろレシピとかがあるんですけど。これ生徒のスタイルとあと私の日本料理の経験をこうですね合体させて、いつもこうやってメニューをいろいろ考えてるんですけども、私自身はもう経験もあるんですけど、やっぱりなんていうか、この年になってもやっぱり、学んでいきたい。抱着这样的想法，邦谷东志决定实地探访成都其他的日料店，向成功者取经。こちらはですね、成都市の大世界広場っていうところになります。こういったたくさん日本料理店があります。で、私の友達もですね、よくここら辺りで食事するんですよね。で、私も時間があるときはこちらに来るようにしてます。こんにちは、どうもどうも。はい、また来ましたよ。はい、ありがとうございます。はい。同じビール？じゃあとりあえずビールね。ビールね。はいはい。邦谷东志来到的大世界广场位于成都桐梓林国际社区，汇聚了十多家日料店。这不仅是成都本地人喜欢觅食的日料一条街，也随处可见日本人的身影。而这些日料店的老板几乎都是中国人。邦谷东志的这位朋友就是其中之一。我是在成都做日料的中国人，很喜欢这里，又比较喜欢吃日料，就自学了日语，在这里开了日本料理。お願いします。ウーフェンソーでお願いします。はい。ああ来た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 。ああこれ最高のやつね。ああ来た来た来た。ああいや本当うまいねこれ。びっくりするこれ本当に。いや実はね、今生徒のお客さんにね、喜んでもらえる焼肉を今研究してまして、めいめいさん生徒来て何年になります？ちょうど3年ぐらいですね。あ3年ぐらい。じゃあよく知ってるでしょう。ちょっといや私ほら来てまだ
あれだから1年ちょっとだから、西道のみんなね、辛い、麻辣の好きです、麻辣のもの。あー、やっぱりね。そう、うんうん、もしよかったら浜屋さん の焼肉屋で、うん、だから麻辣牛肉とか、あーすげー人気あると思って。あー、そう、大丈夫かな、うん、じゃあちょっと頑張って研究してみようかな。じゃあぜひ一回食べてきてください、うん、はい、もちろん行きます。はい、はい、もう一つ浜屋さん、はい、こっちのつけて食べるのは、うん、調味料、はいはい、こっちもなんかみんな好きです。あー、うんうんうん、あ、そっちか、うん、あ、じゃあちょっとそれも研究してみますね。ありがとうございます。いい、ぜひやってみますんで来てください。4本でありがとうございます。いい、はい、じゃあどうも、乾杯。乾杯。あ、どうもどうもどうも、すいません、お忙しいのに。はいはい、今日はじゃあ生徒の味を探しに行きましょう。お願いします。行きましょう。廖若凡是邦古冬至烤肉店的成都合伙人。为了让邦古冬至了解地道成都风味，他带邦古冬至来到了成都好吃嘴的打卡地魁星楼街。哦，いいですね、美味しそうですね。でも美味しそうですね。はい、いろんな唐辛子の種類がありまして、これは新鮮の唐辛子ですね。これは煮物に最適です。これ焼くとその辛さが飛んじゃうから、はい、あまり辛くなくなっちゃうんですね、はいはい、まあ、焼き物にはやっぱりこういう乾燥してこうパウダーにしてる唐辛子がいいです。山椒がいっぱい入ってて、多分その山椒の味がポイントだと思いますね。まあ噛まない方がいいです。はいはい、これでも、はい、どうですか？うん、うまい。これうまいわ、これ。はい。辛いな、これ。日本料理はやっぱり食材が中心なんですけど、チェンドゥの料理はやっぱり香りとか味付けとか、そこをすごい重視してると思いますね。実は毎日こうやらなきゃいけないこととか、勉強しなきゃいけないこととか、こうしなきゃいけないことがいっぱいありまして、それでいろいろ考えたり研究したりしながらですね、少しでも進歩できるように頑張っているところです。火鍋と品質のいいお肉、組みを出したらどうかなと思いますね、はいはい、ちょっとガツンと辛くて、ね、うんうん、スパイス効いてる方が、はいはい、合う気がします。じゃあちょっと書いたら試作しましょう。研究しましょう。はいはい、うん、新しく開発した料理なんですけど、こちらの人が食べやすいように牛肉にですね、四川風のタレをかけて、それで上から香辛料を振って食べていただくっていう、そんな料理も提供するようになります。はい、いらっしゃいませ。はい、一啤酒一杯。在成都经营了一年多时间，邦古冬至的餐厅也渐渐成为了日本荣漂们的食堂，邦古冬至也因此结识了不少同在异乡的家乡人。はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞ、こちらどうぞ。はい、いらっしゃいませ。はい、バイバイ。じゃあ、ハノさん、こちらで。どうぞ。はい、じゃあ、こちらでどうぞ。こちらの方がですね、いつもお世話になってます、神戸バンキーのハノさん。はい、お待たせしました。ありがとうございます。これがこちらなんですけど、四川のお客様に喜んでいただきたくてですね、ちょっと特別な新料理、新しい料理、ちょっと辛いんですけど、こちらに火鍋の素と、あと豆板醤の豆板ですね、それとあといろいろこの香料っていうか、スパイスいっぱい入れて作ったタレで軽くかけて味してます。緊張しますね。はいよ、四川風の牛肉です。はい、お願いします。私は、日本生まれ兵庫県の神戸で育ちました。成都に来て、延べ15年になります。ここの和尚さんの焼肉を食べて、神戸の神戸牛を思い出しました。
かげさまで生徒の日系企業の方にも愛される店になってきました。日本人同士が楽しく交流できるたまり場のようになっています。食の文化についてなんですけど、異国の料理も受け付けて、受け付けるし、みんなの食べ物に対して好奇心が非常に強い方ばかりなので、この成都っていう場所なんですけど、非常に潜在力のあるマーケットだと思っています。それとあと去年からもう1年弱ぐらいですね、こちらで焼肉やってます。まだまだや出店が可能だと思いますので、とりあえず成都市内に15店ぐらい出店したいなと思ってます。もしもう一回人生やり直すっていうか、もう一回場所を決めるっていう風になっても、私必ず生徒選ぶと思います。どうもどうもありがとうございます。乾杯。乾杯。このバラ園は2005年にスタート作り始めて、品種もヨーロッパの品種ほとんどですけれども、コレクションやってたから、それで今現在1500種類ぐらいのバラがあると思います。面積は100ムール、約7ヘクタールぐらいあります。世界では一番大きいと思いますね。私の名前は岡田正夫です。成都に来てもうすでに26年経ちます。中国には1994年来てバラの栽培を始め、テストして日本に送ろうかと思って、そういうつもりで中国に来ました。私の子供の頃、やっぱり日本で本当にまだ小さい時、65年ぐらい前ですけども、日本で家でバラを作ってて、それで花が咲くと切って学校に持って行ったり、そういう思い出がありましたから、バラの花はやっぱり世界的にみんな憧れのバラだったから、これも一つ農業部分で何をやろうか考えた時に、やっぱりバラだなという、そういう思いでバラを作り始めました。このデザインを作る時に、やっぱりこうヨーロッパのものですから、もともとはだから部分部分はやっぱりヨーロッパのデザイナーも入れて、あと私も日本人ですから、少しは日本人的なデザインも中に入れて、一番重要だったのはやっぱりこの景色、中国のここにしかないこの景色を崩してはちょっとダメだと思ったから、そういう意味で全体のこう融合を考えて、バランスと。这里非常漂亮。它那啥呀？它 different weather and different scenery. Yeah. Every day change. Every day different. Yeah. 私ほとんど毎日朝ここに来て、まず来てすぐ元気で成長しているかどうか確認したり、あと天気も心配だし、いろんな意味でケアするために、逆に来ないと心配な感じです今ね。こういう場所でバラ園を作ってますから、林班については少し興味もありましたけれども、やっぱり日本では山里のような自然の山に囲まれて、森に囲まれて、いろんな木に囲まれて、川もあり山もあり、農業もやってたり生産もしてたり、いろんな意味で農業を絡めた、そういう環境が林班だと思ってます。だから林班の中に一つバラ園ができたという位置づけで自分ではそう思ってます。
こういうのはこう自然のやっぱり林番ですよね。もうどこに行ってもこういうあの竹が植わって、中国はもう本当にあの 竹尽くしのような村が多いですね。自然の生活の中の一部です。この我々にとっても中国の歴史がある、そういうものをこう組み合わせて、このバラと竹の文化をうまく組み合わせると、その美の世界は表現できる。This village has a 2,000 years history, and actually it's naturally Western Sichuan's Lingpan. You can see every house it is surrounded by bamboos. This place, the name is Zhuli. Zhu means bamboo. Li means inside. So the name is inside the bamboo. Daoming, bamboo craft.It's not used to be an art. In the long history, people just use the bamboo crafts as a tool of working, of farming. It's not an art. And in recent days, we transfer that from a tool to be an art thing, to do some things for the tea, to make tea, and to put flower inside.Very beautiful. Yeah, very beautiful. And this is 非常细。The 瓷胎主编。Yeah, inside is China and outside is. So is it possible for this the same one even now? Of course. This one? Yes, of course. And the handcrafts in the village, they can do this. This one. Please remember this one.You can see the bamboo weaving circle. You know, a circle is round and means completement. So when our prime minister and your prime minister, Anbei Xinzo, they came here, Mr. Li Keqiang, and Mr. Li Keqiang gave this as a gift to Anbei Xinzo. I want to visit to her. Okay. She's over there. We can visit her. Yeah. Okay. This way. Okay. Hello. Nice to meet you. This is Sensei Okada. 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 Yes. This is Yang Long Mei. Very young. Thank you. 谢谢。感谢。这个是我刚刚已经打好底了的。The base. 对，我们现在准备把它编成这个圈圈。就是您感受一下哈。好，你尝试一下。Try. Try. Yeah.This one. This one. This one. Yeah. Very difficult. Difficult. まあもちろん我々もね、日本も中国も同じ、まあ、職人のものの考え方はね、まあ、同じだと思いますね。私ももちろん職人だと自分では今は思って、彼女と。こう対等に話ができたけれども、やっぱり若くても本当にね、同じ気持ちよね。まあ本当感心したし、やっぱりこれからね、日本と中国もね、やっぱりこうよく交流して、そういう職人のいいものをやっぱり伝承していくべきだろうし、例えば今たくさん作ってるけど満足できたもの、これがね、どれぐらいあるか、ああよかった、いいものができたなってね、同じように見えるけど、そうじゃないと思う、彼女にとって東西太多了、你说哪一件最好吧、确实没有最好、但是我会努力做到更好。例えば私たち、まあ、バラの花を作るんだけど、例えば100万本ね、切ってもね、本当にね、5本ぐらいしかね、いいなっていうのがね、ないわけ。这个就是代表它的寓意，平安如意。然后这是我名字，这个是平安如意。本当呢。平安如意。
はい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 。はいはいはい。これは安倍さんよりもっと価値あるよ。もう誰も触っちゃいかんよ、これはな。うん？別に其他的毛他不会掉了。啊 ，OK， 谢谢谢谢。嗯，昨年嘛，日本の首相の安倍さんが生徒に来て、お土産でリーさんからピンアンコをもらって、中日友好関係をより緊密に築こうともらった時に、やっぱり我々もまあ民間で何かこう中日友好を築けないかと。それはもう感じましたので、これから日本も商工会いろいろ生徒にもありますし、そういうところでの会合もありますから、私たちもみんなにこう広めて、これからも仲良く中日関係がうまく長くいくように本当にこう頑張りたいと思います。和の世界とね、合わせて、いやー想像以上にね、素晴らしいじゃない。あ、マッチングしてるじゃない、思った以上に、自然、本当の自然の感じで、もうフラワーアレンジメントにいらないよね、もう投げ入れでいい。今からスタートして100年かけて一歩一歩みんなでこう作り上げていったら素敵な文化ができると思います。先日、天府広場で待ち合わせて人民公園を散歩したり、三輪車に乗って市内をぐるぐる回ったり、本当に楽しかったですね。知り合って何ヶ月か経ちましたが、そろそろ手紙を書きたいと思い、下手な文章ですが一生懸命書きました。もしこんな私でよければ日本で一緒に生活してくれませんか。这是52岁的日本人藤本祥一23年前写给他成都妻子李燕的一封信。这是我的丈夫，叫藤本祥一。家内の李燕です。結婚して22年になります。一緒に小さな店ですけど、頑張ってやっています。藤本祥一夫妇的日料小店开在四川大学与一所中学附近，学生是店里的主要客源。真的就是我的天儿的食堂，非常幸运吧，能遇到这么一家店，还有这么就是比较有爱的一个这个老板和老板娘。拜拜，辛苦啦，辛苦啦。李燕和藤本祥一的爱情
开始于1997年的成都。那一年，来自日本的伊藤洋花堂在成都开业，成都的街头也开始出现了丰田、本田等日本汽车。28岁的李燕是报社记者，29岁的藤本祥一是一家日本食品贸易公司的员工。去采访的时候，就是到他们公司的时候，我敲门是他来开的门，然后刚刚打开门就看见一双大眼睛，很有神的大眼睛。1998年的春天，藤本祥一再次来到成都，见到了李燕。我来成都出差，那个时候，有时间跟他见面，我很高兴。这一次见面了以后，然后他回去就提出结婚的想法，就写信来。以前也从来也没有想过要到日本去，所以当时也比较就是有一点纠结，然后家里边呢就是一边激动一边高兴，一边呢也很纠结，都是这样的心情，但是还是决定跟他结婚，因为还是觉得他很好。日本に来ることを承知してくれて本当にありがとう。本当に夢のようで嬉しくてたまりません。私が必ずあなたを守りますから、私を信じてくださいね。从前书信很慢，车马很远，一生只爱一个人。1998年，李燕与藤本祥一结婚了。婚后，他们定居在了藤本祥一的老家日本神户。桜の花が咲く季節に日本に来てくれて本当に夢のようです。ありがとう。この日が来るのを長い間待っていました。これから二人の新しい生活が始まります。一緒にたくさんの素晴らしい思い出を作りましょう。婚后一年，俩人的女儿出生了。和许多的日本家庭一样，李燕成了一名忙碌的家庭主妇，照顾女儿和丈夫，还开办了一间中文教室，教日本人学中文。闲暇时间还去餐厅学习做日料。就这样，在神户度过了7年时间之后，一家三口又回到了成都。2004年，12月，我主要是我的工作的原因，还有小孩上小学之前回成都好一点，然后可以学习中国的文化。对对对对。一个哟。嗨，我们平时一般9点钟左右出发，再不忙回家也是11、12点，有点累。认识的，但是有意思。2012年6月13日。私たちの店、地方院開店、念願の自分の店を持つことができました。店は小さくても心を込めて一生懸命頑張ればきっと成功しますよ。超美味しい。超美味しい。ありがとう。就是因为我能够感觉到在这个店里吃的时候有一种家庭的温馨感，就因为在这里分享到了吃到了很多就是日式那种家常的料理嘛，就感觉特别好，感觉都成了一种习惯了。哎，どうも、ありがとうございました。どうも。藤本祥一夫妇的店里，每一张桌子上都有一个小本子，点菜的时候，顾客需要自己将菜名写在小纸条上。除了写就是比如说对我们的一些评价，好吃啊，美味しい，然后发挥自己的那个才能，画画在上边画得好，还有一些在上边传达自己的情感，喜欢谁，就成了传话筒了，我们也很高兴。안녕하세요我住上在神户，但是那个京都那边慈贺县，所以我们是日本的关西人。
定番メニュー。あれでしょ、お茶漬けしたら。お茶漬けサーモンの、サーモンのお茶漬け、はい、じゃあ、はい、それいただきます、やってみよう。じゃあ、いただきます。这位叫做西川堪之助的学生是四川大学的日本留学生，来成都一年半的他和夫妇俩成为了朋友。川大的日籍教授和日本留学生几乎都是这里的常客。これ昆布。昆布の味も楽しめるし、天かす。もちろん普通の味も楽しめる。いろんな食べ方がすごい。よかった。お口に合ってよかった。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。现在都快十二点了，今天还算早的。这个时候呢，正好他早上起来比较合适。哎，你好。藤本祥一夫妇的女儿现在在美国纽约的一所艺术学院念书，远在异国他乡的她每天都惦记着父母的这家小店。我那个520的那个新菜品，你帮我们设计一下海报哈。好。这是为520特制的一个创意料理，这道菜的名字呢叫做天茶，它的材料呢主要有生鱼片，还有蔬菜，还有天妇罗。还有那个茶泡饭的汤汁，日本的味道。成功了，好吃，好吃哟。虽然有时候做失败，他还是说。我就是这样被他鼓励出来的，夸奖的力量是很大的。好了，我把铁板上。哎呀呀，我那好，我是原先生呀。哎，先生，哎，先生，怎么了？先生，我把锅打开。我们觉得在一起，就是在这个店里面忙忙碌碌的，还是挺有意思。尤其是我们推出一些一起研究这个新菜品啊，新的口味啊，然后调制一些新的调料，然后做成功了，得到了顾客的认可，我们觉得非常高兴，非常幸福。現在あなたの努力のおかげで私たちの店水本院は大発展しました。全国からたくさんの人が食べに来てくれるので毎日夢を見ているようです。本当に信じられません。これから先も店を始めた時と同じ気持ちで心を込めて一つ一つ一生懸命作っていきましょう。生徒伊藤洋華堂の総経理を担当してます江本でございます。まあ一番最初来たのはね、その1997年、に来ましたんで、非常にね、まだまだ発展をしていない発展途中のね、生徒でした。
2011年にね、その次に来ました。その時はですね、ちょうどガウシン店がオープンする時で、まあまだあのガウシン地区がまだ全然発展する前ですね。まあ何にもないとこにお店がポツンとまあできてるような状況。まあこんなとこにお店作って大丈夫かなっていう正直な気持ちがありましたね。でその次2017年に来た時に、ガウシン店に行ったら周りがすごくね開発が進んで、ね、お店も商業施設も住宅もたくさんあるんでね、びっくりをしました。まあその時はもうほとんどね開発があらゆる地域で進んでましたので、まあその後の事例だったんで、まああの発展をしてるね生徒に行けるんだなっていう気持ちがね、まあ非常に強かったですね。ですからまあ楽しみに来ました。いやあのだからまあ日本のね、高度経済成長の発展をした時のスピードの、まあ、多分3倍から5倍ぐらいのスピードでね、発展が進んでたんで、都市ってこんなにね急速に発展するんだなっていうことをまあ驚きましたよね。まあ特にまあオンライン含めたネット関係のね発展が素晴らしいなというふうに感じてますし、まあお金の決済がねほとんど現金を使わないというのは、まあ日本人からすると支付收款30元。そうですね。これはあの日本の私の部下が、こちらにね仕事で赴任するときにみんなでプレゼントをしてくれた。中身は。それからまあこれ私の知り合いがね、私が諸葛孔明が好きだって言うんでこのお人形をプレゼントしてくれた。まあ、あの生徒に来てね、1年半住んでから1年半が経ちました。あの全く日本にいる時と変わらない生活ができるのは非常に素晴らしい地域じゃないかなと。もしもし。それから生徒の皆さん住んでる皆さんは非常に、温かくて優しくておおらかで、まあ、あの生徒でね、まだ何年間も多分働くと思うんですけど、自分では、ね、もう生徒人になってると思ってるんですけどまだまだね、いろんな生徒のいいところがあると思いますので、プライベートでも仕事でもね、これからも楽しんで、やっていきたいなというふうに思ってます。乾杯。